吉本芸人かなんかの、えっ、ー、と、人で、僕は絶対浮気をしないんですよ。なぜなら、浮気をしたら、今の芸能人としての地位がなくなるから、で、そのなんか、なその要は、いわ今だったら芸能人として毎週毎週、そのなんか,なんか、1000万円とか2000万円とかっていう収入がありますと。で、それが10年、20年続きますと。でもそこで、なんか、浮気とか不倫とかしたら、10年、20年の何億円を失うことになります。で、その何億円をする、その失うだけの価値が、 女がある女なんているか、っててていう話をしててなんかあ、普通そう考えるよねって僕は思うんですけど、だからよく手出すよね。宮迫さんとか。かなんなんだろうね。頭が悪いのか性欲が強すぎるのかよくわかんないんだけどさ。あ、そう、土田さんですね、それじさん。だからなんか、いまいち僕そこら辺のそのなんか、性欲の強い人のものの考え方がよくわかんないですよね。なんか別にそんな価値ねえだろ、そこら辺の女子大生みたいな。